採用する人たちはね、そんなの分かってるんですよ。アイドル事務所に応募してきてる時点で。どうも、源健太郎です。前回に続いてちょっとオーディション絡みのお話なんですけど、まあ今ねうちの事務所も作り始めで、ね、新しいグループを作ろうということでオーディションをさせていただいてて、応募いただいてる方の面接とかも日々やってるんですけども、この前ね僕ツイッターにちょっと書いたんですけど、こうアイドルオーディションを受ける、ね、女の子たち世の中いっぱいいると思います。メジャーのグループね、プロダクションだったり、僕たちのようなインディーズのねマイナーな地下の世界だったり、いろんなところ行けると思うんですけど、まあこの前もちょっと言ったんですけど、そのクソ事務所ははっきり言ってどんな子でも合格します。だからそのどんな子でも合格する事務所じゃないね、ちゃんとしたこだわりのある、ね、事務所に入りたい子はこういうことを守って、まあ、実践すれば採用される可能性は上がるんじゃないかなというような話をしたいんですけども、この前ね僕がツイッターに書いたのが、その必ずその自己 PR みたいな文章を、例えば応募の時に応募フォームだったりメールとかでね、最近だと応募するの多いと思うんですけど、書くじゃないですか、そういう自己 PR で。そこにね8割下手したら9割ぐらいの人が書いてないことっていうのがあるんですけど、それが志望動機、応募動機なんですよね。でもアイドルオーディションって採用して契約するんですよ。就職するのとその契約の、ね、仕組みとか意味合いは違うけど、まあ、就職したりアルバイトと一緒で、基本的には採用してくれる、例えば事務所プロデューサーさんが求めてる人材であるかどうかっていうのをアピールしないといけないんですね。なので僕がねそのツイッターに書いたのは、必ずこの2つを書きましょうっていうことなんですけど、それが私がこの事務所このグループに応募した理由、そしてもう一つが今なぜ応募したのか、この2つを必ず自己 PR としてね、まあ、自分の応募した動機として書いて応募してください。自分がね入りたいグループでこの事務所に行ってみたいという時、必ずその2つ書けるはずなんです。その2つ書かずに応募してきた人は、おそらくその2つはないんだろうなという判断をされますので、基本的にはうちの事務所とは縁がなかったということで、とまともな事務所だったら判断するんじゃないかなというふうに僕は思います。普通にアルバイト行ってもね、なんでコンビニでバイトしたいと思ったの、なんで、ね、うちのカラオケに応募したの、他にもカラオケ屋さんあるけどなんでうちに応募したの、聞かれると思うんですよ。でもそれがね、カラオケ店の中だったら、このお店が私は実は昔から一番好きで通っててとかね、でもなくても友達からこう楽しい職場だって噂を聞いてとかね、こう何かしらこう応募したい理由ってのはこう言えると思うんですよね。であとはなぜ今そうなのかね、ただアルバイトだけだったら、ね、今アルバイトを辞めたところで新しいバイト始めたいんですと、で例えばそのここのお店でバイトしたくて、前のバイトを一応今月中で辞めることにしているんですとか、だから今応募しましたとかね、なんでここなのか、そしてなんで今なのか、この2つがね結構ねキーポイントになる2点だと思うんですよね、うん。なのでさっき言った1割ぐらいのが書けてないっていうのはそれで、ほとんどがねアイドルに応募する、まあ、僕たちみたいにインディーズに応募してくる子たちの自己 PR に書いてあるのは、私は昔からアイドルをしたくてね、応募しましたっていうことが書いてあるんですよ。採用する人たちはねそんなの分かってるんですよ。アイドル事務所に応募してきてる 時点で一番必要なのは、たくさんあるアイドル事務所の中でなんでうちなのか、うん、そして、ね、それがなぜ今なのか、ね、今あなたはアイドルを始めるべきタイミングだとなぜ自分で思ったのか、それを知りたいんですよね。それを言えないってことは、まあおそらく別にどこでもいいから入れたらいいやと思って多分こういっぱい応募してる人だったりとかすることが多いんだと思うので、でも僕たち小さい事務所だからさ、で俺はねこの前の動画で言ったような、とにかく所属タイムとりあえず誰でもいいから集めて、とりあえずチリツモでお金稼がせて、そっから中抜きしていくみたいなビジネスを僕はあんましたい人じゃないんですよ。そうじゃなくて、ちゃんとこの子と一緒に、僕も含めてね、一緒にお金を稼いでいこうということを挑める子を僕は採用したいので、どうしてもねうちの事務所を選んだ理由で、なんで今なのか、うん、ねこのコロナのショックが
まだ終わってもないこの状況でなぜ今なのかとかね、そういったことも含めてこうやっぱり伝えてくれる子の方が僕はやっぱり採用したいです。もうちょっと言うとね、嘘でもいい、嘘でもいいからそれをかける子がおそらく相手の気持ちの分かる子、すなわちアイドルの才能がある子だと僕は思うんですよね。嘘でも、ね、事務所の人は多分こういうことをね聞きたいんだろうなと、応募ねある人こういうことを私が言ったら、ね、事務所の人を採用しようと思うんだろうな、相手のことを考えて PR 文を書くと必ずそういう相手のことを書くんですよ、自分のことじゃなくて、っていうことをね自然とできてる子、この高校生の若い子でも、うん、そんなね社会人経験働いた経験とかなくても自然とそれができる子もいるんですけど、やっぱりねそれができない子はもうそうやっていろんなところに送っていろんなところで不採用になって、いや結局やっぱねずっと同じような、自分はアイドルになりたいんだけどなかなかなれなくて入れる事務所を探していますみたいな、なんかそういう感じのことしかこう書かずにいろんな事務所に送ってずっと続けたんですよ。だからアイドル事務所にね入りたいと思う人はまあちゃんとしたとこよ、うん、まあうちがちゃんとしたとこよって俺はちょっと自信持ってはまだ正直自分では言えないですけど、いわゆるクソアイドル事務所じゃないところに入りたいんだったらそれぐらいのことは考えて応募しないと、事務所からしたらね、事務所をその採用するねプロダクションからしたらその子を採用することでね、ただ時間だったりお金だったりっていうものを使うんですよ。なのでそんなに簡単に採用はされないと思いますので、ちょっと前に話したあの時間の使い方なんかもそうですけど、本当にこうアイドルをこうやろう挑もうって思うのならね、本当に自分が入りたい事務所にまずは応募するべきだと思います。どこでもいいから入れたらいいやって、いう人の中からね人気者になる子もいるかもしれないですけど、多分それはもう一握りの天才だと思うので、ほとんどの人たちがそうじゃなく、自分はここでこういうことをするってこうね熱い気持ちを持って一発勝負で応募してきた人の方がワンチャン掴むと思いますよ。これから、まあ、うちの応募する人じゃなくてもね、どこの事務所に応募する人もアイドルを目指してる子は絶対に今僕が言った見て、なぜこの事務所このグループに私は応募したのか、そしてそれがなぜ今なのかっていうことを言葉にして書いて応募すればきっとあなたの、応募の資料を見てもらえると思います。というわけで今日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。